にちは、フジテルです。今回は黒木海人選手の散髪に密着したいと思います。もうすぐハロウィンなので、ハロウィンのオブジェも飾ってくれています。ホンベクラブさんはいろんな種類のシャンプーでしたりトリートメント、さまざまな美容系のものが揃えてあります。皆さんもぜひお買い求めください。こんにちは、パーコーさんが終わって今から髪を切っていきたいと思います。今日どうだったプレイ？今日ね、めっちゃヘマしたね俺もよ。いつもね、監督がね、選手のために動画を撮影してくれてね、後から そして自分で動画見返して良かったところ、悪かったところをね、自己分析してね、今後に生かしていこうっていう監督の経緯があるからね、それをありがたく受け取ってね、やんないとね、カイト、はい、今日はざっくりいっちゃうんですかね、カイト君。今日はもうスキンフェード、はい、スキンフェード、はいはい。僕は那須川天心君が、はいはい、格闘技の、あ、総合格闘技ですか、はい、はいはいはい、総合じゃないですけど、あ、総合ではないですか、はい、大ファンで、はい、明日ちょっと大事な試合があるんで、はいはいはい、気合入れて髪を切りたいと思います。あ、もう一緒の部屋にしてみたいな。いや、一緒の部屋ではないですけど、はいはいはい、かっこいい。お、昨日髪切ってたんで、はい、昨日なんか出てたでしょ、はい、昨日なんかテレビ見たの。そうです、だから僕も切っていこうかなと。お、いいですね。いつからこの選手好きになったんですか？もう高2とかから、はい、もうずっと見てます。で、はい、メイウェザーと戦ったの知ってますかね？メイウェザー、あ、はいはいはい。あの時の限定タオルも買っちゃって、おお、買ったんですね。はい。だいぶファンですね。はい。その天心選手でしたっけ？はい。天心選手のどこが一番見ていてかっこいいんですかね。アニメみたいな倒し方をするんで。アニメ、はい、試合で、はいはいはい、KO 勝ちが、あ、KO 勝ち、はい、めっちゃ強いですね。そういうとこもかっこいいなと思いますし、はいはい、風格、風格、チャンピオンだなっていう、このしゃべりのうまさだったり、はいはいはい、立ち姿がかっこいいなと思います、はい、僕は。あ、記者会見だったりそういうとこでも、うん、煽られても冷静に的確に言っていくんで、はいはいはい、そういうのも大好きです。うん、がまさにプロフェッショナルですね。そうですね。あ、すみません、それなんていうやつなんですか？それがスキンフェード。スキンフェード、はい、アメリカのバリカン。アメリカのバリカン、特別に購入してってことですか？そうです。すごいね、カイト。すごいですね、うん、スキンフェードをために使ったバリカンってことですね。そうですね。どうですか、多分まだ完成ではないですけど、いい感じです。いい感じですか、はい、なんかもう全然最初の頃と比べて結構サイドがっついてますね青白くなってますもんね。完成が楽しみですね。はい、海人選手、それなんすか？韓国部屋で。韓国部屋で僕なんかカッパに見えるんですけど、そんなことない？そんなことない、そんなことないね。韓国部屋です。あ、韓国部屋ね。ホンベクラブさんはこのドルチェ&ガッパーナの香水も販売しております。今話題のやつですね。ぜひぜひ買ってみてください。あれ、海人選手、これ噂のドルチェ&ガッパーナってやつですか？うん、どうですか？何の香りでしょうか？わかんないです。わかんない、そうです。カジ選手、今から何するんですか？ドルガバでシャンプーをしてもらいます。ドルチアントカッパーナでシャンプーしてもらっちゃうみたいな。そんな感じです。ああ、もう、ガッパーナっすね。ガッパーナ。ガパっちゃう。ガパっちゃう。楽しみにしてます。ドルチェ&ガッパーナって柑橘系のライムの香り。ライム、めっちゃなんかいい匂いなんかします、ね、なんか大人の香水の匂いする。あ、大人、うん、カイト誰を思い出しますか？いやいや、思い出す
まあね、思い出しはしないよね。じゃあ、銀色のごつい腕時計つけたスーツの人から匂うようなこうイメージできてます、イメージ、うん、こっちにも伝わってきますね。なんかすごいいい匂いですね。いい匂いですね。これあれじゃないですか、女性すれ違ったら振り向いちゃうんじゃないですかね。あれ、あの人すごいいい匂いしたのに、これガパっちゃうね。めっちゃ気持ちよさそう。めっちゃ気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。日上がりに。お、いいね。最高よ。いいね。すごい。結構いったね。香ばしさできましたね。うん、めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いする。え、それ何ですか。これはスタイリングしやすいための。はいはい。元ネタですね。へ、日本人ってまっすぐ斜め45度にこう、あ、20度に傾いてるんで、はいはい、それを後ろに流すための。あ、そうなんですね。傾いてるってことですか。そうですよ、ほとんど前に入ってるんですよ。初耳っす、うん、クリスチャンハーブが全部後ろに入ってるんで。あ、はい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 、だからオールバックスがすぐできちゃうんです、はい、日本人できないんです。あ、そうなんですね。それでオールバックしやすい、そういうスタイルみたいで、めちゃくちゃいい匂いします。いいですね。嗅ぎますか。これ完成ですかね。完成しました。すっげえ、めっちゃかっこいいっすよ。ありがとうございます、うん、なんかもうワックスとかでもうガッチガチに固めたんですね。はい、めっちゃ似合ってます。固めていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、すげえ後ろ。カットしてみてどうでした、海徳選手。イメージ通りのカットをいただきました。おお、ぜひ皆さんもモンペクラブの方へ足を運んでみてください。よろしくお願いします。